どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はこの弓はもしかして新武器、どんな性能なのか考えてみたとなります。いろんな情報が出ていましたが、中でもびっくりしたのがアートデザインでしたね。いきなり弓のデザインが出た時はテンション上がりました。しかも見た目がスパッタリーっぽいっていうのが最高ですね。ということで今回はこの武器の性能を予想で考えていきたいと思います。出る出ないというのは分かりませんが、可能性として高そうなんですよね。なので最後まで楽しんで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。性能を見ていく前に把握しておきたいのはやっぱり武器モデルですよね。この弓を見ていると複数の加工がされていて、近代的なデザインと鶴の部分が3つ重なっていることが特徴となります。で、この特徴を合わせていくとコンパウンド棒ではないかと思われます。化合球であったりとか複合球という呼ばれる弓ですね。またデザインで意図的に隠している部分がありますが、ここは本来滑車またはカムですねと呼ばれるものがついていると思われます。これはコンパウンド棒の特徴となる効率よく引くことが可能となるシステムで、最大まで引くと保持する力も軽くなるという特徴があります。狙いが定まりやすくなるという特徴がある弓なので、結構性能が高めの武器になるのではと思ってます。見た目がとても軽そうに見えるんですが、金属を多く使っているためか思ったよりも重いというのが特徴みたいですね。他にも性能はいろいろとありましたが、スプラに置き換えるとリッター版の弓になりそうな感じがします。それではコンパウンド棒だという仮説をもとに、こんな性能になるんじゃないかというのを挙げていきたいと思います。まず気になるのは射程ですよね。射程に関して言えば、コンパウンド棒は弓よりもさらに遠くに飛ばすことが可能な性能です。デザインモデルに合わせた性能になるのであれば、自然とリッター枠の弓として登場すると思われます。ただリッターよりかは射程が落ちるのではと思います。さすがにリッターの射程以上に曲射ができるとなるとやばいですからね。またスプチャーとトラストを比べた時ですが、弓のジャンププラス曲射でスプチャーを超える射程を手に入れることが可能となります。基本的にはリッターよりも射程が短いけど、曲射をうまく使えばリッターを超えれるよという性能になると予想しています。そうなると実質最長射程の武器として君臨はしそうな気がしますよね。というかリッター対策できる武器が少ないので、そんな性能の弓が来てくれると嬉しいなと思います。この新武器候補についてですが、弾を見る限り一発になるのではと予想しています。トライストリンガー種というからには弾が3つというのも考えましたが、構造上それを厳しいのかなと思いました。トラストやラクトにあった3つの銃口がないんですよね。最長射程でかつダメージの代わりに一発になったという可能性はあるのではないかと思います。または3発の矢を一緒に飛ばすのかもしれないですし、見えない先端部分に矢が3つあるのかもしれないですからね。これに関しては憶測になってしまいます。また先端部分が太くなっているのが気になるんですよね。トラストの特徴でもある爆発矢がついている可能性もあります。もしかしたら威力が高い爆発矢を撃つことができるかもしれないですね。それか広範囲の爆発ですね。いずれにしても射程があっても矢の性能次第でかなりブレそうな気がしますね。とにかくチャーみたいな当たり判定が欲しいっていうのが正直なところです。この武器がコンパウンド棒をモデルにしていると仮説した場合ですが、リッターと差別化する要素が出てきます。それはチャージ時間が早いという特徴です。これに関してはデザインの滑車の部分が影響すると思っています。この滑車の部分には効率よく弓を引くという効果があります。要は少ない力で引けるということになります。トラスト種の特徴としては連射性能が高い光栄ですからね。この性能は高いのではないかと思ってます。射程もあってリッターよりもチャージが早いとなれば差別化もできますし、何よりモデルとしっくりきます。
チャージ時間が早いというのはある意味特徴的な武器としては必要なことかと思いますので、トラストよりちょっとだけ長いくらいだといいなと思ってます。チャージという点で言うとチャージキープができるのではと思っています。トラストとラクトのデザインを比較してみるといいのですが、機械的なラクトはチャージキープをもらっています。それに比べてトラストは常に力を入れて持ち運ぶことが想定されるので現実的に難しい形状をしています。この点を見てみるとコンパンドボは滑車の機能でキープができるのではと思うんですよね。これには理由があって、滑車の部分は引き切るとレッドオフという呼ばれる機能が発動します。まあ、これが発動すると保持力が軽くなる機能というのがあるんですよね。で、本来はこれを使って狙いを定めるというのが性能なんですが、スプラの場合は移動が楽になると思っています。この移動が楽になるという部分がスプラでいうチャージキープになるのではと考えたわけです。現在の最長射程であるリッターはチャージキープありますからね、弓についてもおかしくはないと言えます。弓といえばチャージ中の行動かと思いますが、この新武器候補はチャージ前とチャージ後で動きの速さが変わるのではと思っています。その理由はモデルとなった弓自体の性能が大きく変わるからだと思っています。ラクトとトラストはチャージすることによって大きな性能変化がないので、弓を引く力が均一である可能性があります。これによりチャージ中の機動力に影響を与えない性能になっていたのではと思います。ですがこの新武器候補はコンパウント棒をモデルにしているとなるとかなり重たい武器なため、チャージ中は遅くなると思ってます。スピナー種みたいな感じですね。ただチャージが終わればレッドオフという機能により機動力が上がると思ってるんですよね。性能面から見ていくとチャージの前後で機動力が変わる可能性があるとも思ってます。でもチャージ武器を見ているとチャージ中は一速移動速度は落ちているので、ちょっと現実味がない仮説かもしれないですね。チャージキープをもらえるか機動力が特殊になるか、どちらかもらえると差別化できてとてもありがたいんですけどね。今回モデルを元に解説を話していきましたが、正直最長射程の弓になる可能性が高いのではと思っています。モデルとなった可能性が高いコンパウンド棒であれば性能面ではかなりいいものになると思うんですよね。ただトラストのように3発当てて1角だとかなり難しい武器になるので、一発型になってほしいなっていうのがあります。あとさすがに滑車部分がスパッタリのブラシになるとは考えられないと思いますので、このあたりはどういう風になるか楽しみなところです。はい、ということで今回ここまでとなります。この弓はもしかして新武器？どんな性能なのか考えてみたはいかがでしたでしょうか。今回は公式が発表したアートブックに載っていた弓に妄想を重ねてみましたが、自分が欲しいと思っていた武器なんですよね。デザイン的にもスパッタリーみたいでかっこいいですし、これは元スパ使いとしてもそそります。実際に発表があるまでは分かりませんが、楽しみとして提供してくれたのは嬉しい限りというところが本音ですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。